涙が溢れるのは君がそばで微笑むから抱きしめたくなるのは君がそばにいるからイエーイなぜ生まれてきたかなんて考えてもわからないんだだから生きる魂燃やし生き抜いて見つけ出すいつかいくらめっちゃ高いはい買っちゃいました。もうねせっかく買うならもう最初に買えばよかったねやっぱりね予約開始のね放映始まった時に。はいということでもうちょっと音痴なね、申し訳ない、我らゆえに我ら思う。久しぶりに見るな。我ら思うゆえに我らあり。もうタイトルすら忘れちゃって終わってんな、マジで。本当に。でももうね、最終回に近づいてますからね。はい、ということで、こちらでござんす。こちらでござんす。ござんすよ。おー。あー。こういう記事ね。ちょっと。あ、いいね。意外と質いいですね、これ。うわー。着やすそう、マジで。これは私服にも全然もってこいですね。パチッと。これは本当にめちゃくちゃいいじゃん。ここがボタンになってるんだね。うん。はははは。いや、いいですね。あ、中にも一個止まっててね。はあはあ。これはすごくいいですよ、マジで。これはまあ確かにまあ1万2000円でもまあ納得かな。全然。うん。そしてこれがでもね、8000円ってのはちょっと恐ろしく高いような気がしますよね。まあただね、ノースリーブパーカーっていう、まずそもそもの服自体が意外と少ないというね、生産数が普通に、やっぱ人気がなかなかどうなのかわかんないですけども、このノースリーブのパーカーっていうのはなかなかね、ないんですよね。ああ、これはかっこいいでしょ、間違いなく。下もね、アシンメトリーみたいになっててね、カッティングがされております。これはかっこいいでしょう。こんな感じ？こんな感じ？うわ、もうタケルじゃん。タケルやん。最高ですね。ということで、なぜね、これを買ったかと言いますと、以前動画の最後の告知で、一応ちょこっと出したんですけども、これね、ちょっとどっか行こう。これね。これ。はい。これ、ドラゴンベアード。これなんですよ。これもね、もう今、一緒にやっちゃいますね。一緒に紹介しちゃいましょう。もう、ずっと貯めててもしょうがないんで。はい。こちらでございます。まあ、知ってる方は知ってるかと思いますが、このように、はい。ドーン。タケルの靴でございます。はい。これはもう本当に、そのモデルでございます。ドラゴンベアードさんね。はい。和柄テイスト。本当にそのままでございます。で、これはですけども、今動画の後半に指しますが、中野ブロードウェイ見て、1階にね、歩いてたら、あれ？このブランド見たことあるって思って、なんだろうこれって思ったら、あ、絶対そうだよって思って、店員さんに、タケルの靴ですよねみたいな感じで言ったら、あ、そうです、そうです、みたいな、あ、よく知ってますね、みたいなこと言われて、まあ、みたいな感じで言ってたんですよ。で、あ、なんか僕のサイズってありますかねみたいな。いくつですかみたいな。28か 27.5 かと思うんですけど、みたいなの言ったら、あ、わかりました、って持ってきてくれて、では、お座りください、って座って、履くときに、僕、まあ、女の人がね、こう、座ってる、店員さんが座って僕の足こうやってくれてたんで、ちょうどね、位置的に視線が僕の腰ら辺に行ってたみたいで、僕その時クーガのね、ビジュアルベルトしてて、あ、それクーガのベルトじゃないですかみたいな、仮面ライダーお好きなんですねみたいになったんで、ちょっとね、まあ仲良さそうに話できそうだったので、何様だよって感じですけども、こちらからね、僕、YouTube に動画投稿してるもので、まあいろんなね、変身シーンとかなりきりをね、やってて結構、そういう感じなんですよ、みたいなこと言ったら、あ、そうなんですね、みたいなこと。だから、もうすごいなりきるのに、すごいこの靴が欲しくて、みたいな、言ってたんですね。そしたら、まあ、社長ぜひ、なんかよろしくお願いします、みたいな感じになって、で、それで普通に店内とかもね、気軽に撮影の許可をもらって、撮らせていただいたりとかしてね、すごい、非常にいい関係ができました。ありがとうございます。ということでね、ドラゴンベアードさん。なんか、店舗の入り口はドラゴンヘッドみたいな感じで書いてあったんで、なんか、ベアードとは読めなかったんですけどもね、ドラゴンベアードで。で、アマゾンで調べたらね、ちょっと前はなかったんですけども、なんか最近は在庫があるみたいで、メンズサイズ普通にあります。で、他にも誠兄ちゃんとかネクロムのアラン様のね、靴とかも確かあるかな？うん、あったような気がします。誠兄ちゃんはね、100% ありましたけども、そうですね。うん。かっこいいですよね。これで、普通に中は、自分のね、長い白い T シャツ着て、で、普通に黒いズボン履けば、そんなね、大差ないというか。で、ベルトも、いつも使ってるオレンジ色のやつでいいかなって、ちょっと花柄のやつもあったんですけども、すごい高かったんで、まあ、ちょっとそこは妥協しちゃいましたね。ただまあ、上のね、この花柄のこういう服っていうのはもうないと思うので、普通に考えてね。だから、やっぱり、うん。買っちゃいましたね。うん。いつでも、やっぱ多分変身やるときにはこれ必要になると思うので。で、なんですが、これはね、もうね、靴紐を結んだ状態でいいと。ここを外すだけで、履けますと。これは靴紐の黒バージョンですね。そう、だから、これをね、もうこのままこうやって履いて、ここ閉じるだけでいいと。なかなか便利ですよね。なんかあんまり僕でもね、ハイカットのブーツって普通に普段履かないので、全然本当にね、非常にちょっと、普通には多分履けないですね。結構派手ですし、うん、多分普通には履けない。で、タケルの格好するときには履けると思います。で、そうだ、話戻して、なぜこれをね、買ったかというと、まあこれも買ったからですけども、もうやっぱり、タケルがね、もう本編に出てこないと言いますか、仮面ライダーゴーストが最終回に近づいてきてるということで、本当にね、1年お世話になったと思います。僕にとってね、本当に YouTube においても仮面ライダーゴーストの変身動画が一番出していると思いますし、関連の作品でね、再生数の方も本当に皆さんたくさんいろんな方に見ていただいたので、そこでね、いろいろこう飛躍できたかなとも思いますので、ゴーストのね、タケルの俺魂、闘魂ブースト、グレートフル、そして最後無限魂ということで、全部のね、変身シーンをちゃんとなりきりでやって、できれば外でもね、やれたらいいかななんて思ってね、これを買いました。ということで、皆さんにはもう本当にぜひ、多分本当にエグゼイド始まる前までにはやりたいと思ってますので、本当に期待してください。僕頑張ります。本当に。ちょっと夏暑いですけども、友達にもね、手伝ってもらって、頑張ってタケルのね、仮面ライダーゴーストの4フォームの変身シーンをやっていけたらいいかなと思います。で、その際はですけども、まあ、もう見ていただいてればわかると思いますが、ちゃんとね、無限魂も取っといてありますし、闘魂ブーストもいつも通りね、スタイルでありますし、ゴーストもあります。ただ、グレートフルが、ちょっと、ないと。変身後のフォームがないということで、ちょっとね、そこは本当にご容赦ください。本当にね、ちょっと作ってる時間多分ないですね。今も本当に結構まあまあ、忙しくてですね、ちょっと大変なので、ちょっとね、本当にごめんなさい。そこはご勘弁してください。ということで、エグゼイドの方も本当に始まる前、多分またね、YouTube の方で先行動画みたいなの多分やると思うので、そちらの方見てね、いろいろ作ってやっていけたら面白いかなって。また、ちょっとね、ネタ半分ですけども、動画、本編始まる前の変身シーンみたいな感じでね、やっていけたら面白いかなと思っております。はい。ということで、こちら、タケルのコスプレですね。はい。あと、報告することといえば、まあ、一番最初に歌の動画、歌ってましたけども、まあ、ほんと、やっぱ、ちょっと歌詞がね、ダメだったというか、直接は別に全然言われてはないんですけども、なんかね、やっぱり、ちょっとグレーすぎると。うん。アウトではないんですけども、グレーすぎるということだったので、一応全部ね、削除させていただきました。まあ、これからね、僕自身が発展していければ、直接ね、音源を貸して、著作者から音源貸していただいたりとかして、いろいろ歌ったりとかね、いろいろこう、いろんな形で、多分、これから先は提供できるかな、提供の視聴者に一緒に、楽しみを理解できている動画ができるかなとも思っておりますので、そこら辺はまた楽しみにお待ちください。ということで、本当に4万人も到達してありがとうございます。目指すところは、とりあえずは10万人、そして100万人、1000万人とダイヤモンドの再生ボタンも欲しいですからね。いろいろ野望は大きくと言いますかね。本当に。うん、持つ夢は大きくて、やることはちょくちょくコツコツとやっていきたいと思いますので、ぜひ、ついていってください。お願いします。それでは、また明日。はい、こんにちは、勝俣博物館です。ということで、今日は中野ブロードウェイに来てまして、こちら、ドラゴンヘッドさん。仮面ライダーゴーストの天空寺武が履いてるモデルの靴ですね。そのブランドなんですけども、こちら、はい、ダン。そして僕はもう、購入しましたので、ぜひ家に帰ってね、こちらの方、レビューっていうか返信シーン込みでねやっていきたいと思います。で他にもねいろんなものがたくさんあります。ちょっとアウトカメラに変えますね。はい、このような感じですね。お値段はまあ1万円とか、まあ普通のねハイカットのブーツというか靴を買ったと思えば全然安いと思いますけども、ね、このような感じでたくさん種類があります。すごいかっこいいですね。あ、これ革靴いいな革なのかちょっとわかんないですけど、たくさんあります。どうやらね、最近中野のこのブロードウェイにオープンしたみたいなので、ぜひね在庫もまだあるということなので、 Amazon とかだと子供用しかないんですが、大人用もありますので、ぜひ来てください。